ケヤキョーオリジナル転職を考える際のチェックリスト、ケヤキョーLINEにご登録メッセージいただければ無料でダウンロードいただけます。転職すべきでないケースもあるので転職は慎重に考えましょう。皆さんこんにちは、ケヤキョーです。今回は介護職の転職に際してブラック施設を見極める7つの視点について解説をしていきます。先日の動画で転職は好転をするケースもありますが、逆に転職で失敗をするケースもありますので、安易な転職を避けるようにしていきましょうというお話をさせていただきましたが、それでも転職をしたいので避けるべき介護施設の見極め方を教えてほしいというような LINE を数十名の介護職の方からいただきました。個別には LINE でお返事をさせていただきましたが、今回はブラック介護施設を見極める7つの視点としてまとめてみました。これから面接を控えている方、転職をご予定の方、将来的に転職を視野に入れたい方、ぜひ最後までご覧ください。また今回ご覧いただいた方の特典として、転職を考える際のチェックリストも用意をしました。概要欄からケヤキョーの LINE にご登録をいただき、転職チェックリストとメッセージをいただければ、これまで数百人の介護職の方からお伺いをした成功する転職、失敗した転職のエッセンスをまとめたチェックリスト無料でダウンロードいただけます。それでは7つの視点一つずつ解説をしていきます。まず一つ目の視点は求人状況です。皆さんが転職先候補を検討スタートした際に最初に触れる情報が、ケヤキョーでもおすすめの職場のご案内などもさせていただいておりますが、ハローワークや求人サイト、人材会社さんから提供される情報だと思います。これらの求人を見る際に意識をしたいこととして、1、どれくらいの頻度で求人を出しているか、2、給与条件の記載の仕方がどうなっているかという2つのポイントを意識しましょう。まず1つ目の求人頻度ですが、求人を絶えず出しているというところは要注意です。裏を返せば慢性的に人手不足、新入社員が入っても何かしらの辞めてしまう理由があるということです。可能性としてはきつい上司やおつぼねさんがいる、大変なご利用者様がいる、サービス残業が当たり前の雰囲気になっているなどなどが考えられます。2つ目の給与条件ですが、求人を出す側の書き方のテクニックもありますので、それを踏まえた上で割り引いてみる必要があります。具体的には給与の上限を強調しているような書き方があります。例えば極端な例としては、求人票の給与欄に50万円までなどと書かれている場合があります。一見いいお給料に見えがちです。しかし50万円と書いてあるのは施設長の給料だったなどがあります。ぜひ注意をして見てみましょう。続いて2つ目の視点が口コミです。口コミの情報元としては、介護施設の同僚からの噂、ネットの掲示板、 SNS などの投稿などから情報を得ることができます。介護施設であれば施設名でニュース検索をすれば、過去の違法行為や事件なども出てくることもあります。こうした口コミの情報、施設の雰囲気を理解をする上で非常に貴重な情報源ですが、少し注意が必要です。というのも、口コミを書いている人は過去の退職者の方など、職場に対して因縁を抱いている方などが多いからです。もちろん客観的に見て事実の場合もあると思いますが、ある程度は割り引いて触れていくようにしましょう。また介護施設ですが、数年をすると施設長の人事異動などで見違えるように変化をすることもありますので、その口コミがいつの話かというのも大事です。実際に過去ケヤキョーでご転職のサポートさせていただいた方でも、口コミが悪かったので受けること自体をためらっていた、でも受けてみたらとても良かったので入職をしたら本当に働きやすかった、あの口コミは何だったんだろうという方もいらっしゃいました。そして3つ目の視点が経営状況です。ある程度良い職場そうだなと求人の情報、口コミから分かった時も、次に気になるのが、果たしてこの職場安定をしているのだろうかという点が気になるところです。特に50歳前後の定年まで働きたいというようなご希望の方に多いご質問です。この経営状況、なかなか分かりづらいところもありますが、実はある程度事実に基づいて把握することができます。社会福祉法人さんであれば、毎年現況報告書という形で財務諸表などが公表されており、その法人さんが安定をして売上利益上げているのか、その法人さんがしっかりとした財務基盤があるのかなどの情報を得ることができます。株式会社法人さんであれば、上場企業なら IR、非上場企業でも官報などで把握をすることができるケースもあります。また直接的な指標ではないですが、処遇改善加算、特定処遇改善加算などの加算の取得状況も厚生労働省のデータベースなどで確認をすることができ、しっかりと加算を取っている事業所かチェックをすることもできます。財務諸表などの詳しい読み取り方などは難しい部分もありますので、気になる方はぜひケヤキョーの LINE までメッセージをください。続いて4つ目の視点が就業条件です。具体的には勤務職種、施設の形態や規模、勤務シフトなどです。
当たり前ではありますが、意外に盲点で、内定後に例えば、16時間夜勤だったの、8時間夜勤じゃないと私は無理だ、早まんって6時だったの、交通の便的に間に合わない、などで辞退をするようなケースもお聞きをします。また移動の有無、可能性も確認をしておきたいところです。正職員であれば基本的な移動の可能性はありますが、通える範囲内での移動なのか否かなどはなるべく確認をするようにしましょう。そして5つ目の視点が職場の雰囲気です。これは分かりやすいポイントだと思います。見学や面接の際のチェックすべきこととしては、スタッフさんの挨拶や笑顔があるか、利用者さんがどんな暮らしをしていらっしゃるか、清掃などが行き届いているかなどの点をチェックをしましょう。これらの点が明らかに悪ければ、あまりに忙しくて余裕がない、人間関係が悪い、介護のレベルが低いことが定着をしてしまっているなどの傾向なことが多いです。そして6つ目の視点が面接官の雰囲気です。面接はこちら側がしっかりとアピールをして内定をいただくことが一つの目的ですが、一方で自分に合いそうな職場なのか見極めるべきタイミングでもあります。面接の際の注意点としては、1、面接官の態度が高圧的もしくは無気力でないか、2、条件面の質問に答えてくれるかという点です。1つ目の面接官の態度ですが、面接官自体が直接の上司になることは少ないですが、面接官はその事業所を代表する方、リーダークラスの方など比較的事業所の雰囲気を左右する方になります。その方が高圧的あるいは無気力であれば、職場全体の雰囲気を推測をすることができます。ただ一点注意なのが、面接時すごく優しい雰囲気だったけど実際はめちゃくちゃパワハラ上司だったという逆のケースもありますので、あくまで一つの材料にしてください。そして2つ目の条件面の質問ですが、面接時にはぐらかされることがあります。待遇面やシフト面などの大事な情報はしっかりと質問すべきですし、その場で回答が得られなくてもしっかりとした職場であれば、内定したタイミングなどで説明をいただけるはずです。また即日内定ですぐに勤務開始を求められる場合も注意をしたいところです。相当人手が足りていないケースもありますので注意をしていきましょう。そして最後7つ目の視点が契約書面、入社の手続きです。しっかりとした法人さんであれば、内定したタイミングでの雇用条件通知書がしっかりと明示をされ、給与条件などの就業条件が明確に提示をされるはずです。ここが入社時まで明示をされない場合は、入社後も雇用契約書自体がなかったりするケースもありますので、一旦内定時点であれ?と考え直してみるのも良いと思います。最後までご覧いただいてありがとうございました。7つの視点いかがでしたでしょうか。ぜひ今回の動画参考にしていただいて、7つの視点で改めてチェックをしてみる、そして1つの職場候補だけでなく7つの視点で複数の候補を検討してみるということを意識してみてください。また今回ご覧いただいた方の特典として、転職を考える際のチェックリストも用意をしました。概要欄からケア協の LINE にご登録をいただき、転職チェックリストとメッセージをいただければ、これまで数百人の介護職の方からお伺いをした成功する転職、失敗した転職のエッセンスをまとめたチェックリスト無料でダウンロードいただけます。具体的なご相談などもございましたら、ケア協の LINE まで頂戴できたらと思います。人生で転職活動をする機会、なかなかそう多くはありません。ぜひ納得のいく転職活動をしていきましょう。今日の動画もご覧いただきありがとうございました。いいね、動画へのコメント、チャンネル登録もお願いします。また、ケア協では介護職の皆様のための相談窓口用意をしています。職場のトラブルから人生相談まで何なりとご相談ください。それではまた次回の動画で。さよなら。